はい、皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。ステートオブザゲーム4月3日分、まあ日本だと7月4日分ですね、やっていきたいと思います。今日はどっちかというと PTS 中心に話していました。まず最初に、TPS が4月1日から10日までこのスケジュールでいくということを話していましたね。で明日またね、いつも通り、スケジュールメンテナンスがあります。で、PTS の、アップデートとしては、レイドディスカバリーモードというものが追加されます。これはね、今もう追加されてるのかな、ワシントンナショナルエアポート、要はレイドの、難易度モード、低難易度モードですね、ちょっと簡単になってると。で、フィードバックをいくつかレディットで見たんだけど、まあ、敵が弱くなってて、まあ、練習にはならないけど、みたいな。あの本番の練習にはならないけど、まあ、ギミックはある程度わかるみたいな、敵が弱くなってるっていう、そういった、モードだったみたいですね。マッチメイキングもできると。で、そうですね。マッチメイキングはこのモードだけできるって感じですね。で、ギアセットとかイーグルベアラーとかエクトジックはドロップしないと。ルートプールには入ってないみたいですね。でもその代わりに、その、レイド特有のね、装備ですね。AS&A かな。そこら辺はドロップするみたいなので、それをグラインドする、それをファーミングするには、すごい、いいアクティビティだと言っていました。まあこれはね、まだね、TPS なので、ライブに追加されるかどうかは、まあ 100% 定かではないんですけれども、これによってね、今までノラで、このレイドに行けなかった人が体験できるというのは素晴らしいと思います。で、次に話したいのが、スキルのね、変更点すごいいっぱいあって、その、数字とか言いたいんだけど、長いから、これ後にしましょう。最初に、TU5 のエキゾドロップについて話します。イーグルベアラーはヒロイックのボスからは出ないと。持っててもドロップしないようになります。これはね、やっぱり共有でイーグルベアラーゲットできたらなんか頑張ってレイド行ってた人が悲しいからね。で、あとダイヤモンドバックっていうね、この前紹介したエキゾショットガンに関してはエキスペディションモードでゲットできるんじゃないのみたいな感じのこと言ってました。で、あとはショットガンですね。ショットガンについて、PVP でもう PBE でも弱いという話があって、まあそれには同意しますと。で、両方強化する予定みたいだね。でも PBE の方は大幅強化して PVP はまあまあ強化する予定ですと。で、これについてはプランニングは、まあ、いつやるのかとかはまだいません。はい、それではですね、スキルの方いろいろクールダウンが変わったりとか、いろいろね、数字がすごいいっぱい出てるんで、そこの方を話していきたいと思います。まあね、これ PTS だからね、まだメモらなくてもいいと思う。それでは行きたいと思います。まずはベースクールダウンの変更点いきます。スキャナーパルス90から40秒、リモートパルスが120秒から60秒、ジャマーパルスが120秒から90秒、アサルトタレット120から60、インシネレーター火炎タレットですね、120から90、おお、スナイパータレット240から60、アーティラリーこれ銃器タレットかな、ちょっとごめんこれ日本語わかんない、240から60、リストアラーハイブ、スティンガーハイブ、ブースターハイブ、この3つハイブ全部240から90、これはすごいですね。バースターファイアフライ、そしてデモリッシャーファイアフライ、この2つが90から60秒、エクスプローシブシーカーマイン、クラスターシーカーマイン、メンダーシーカーマイン、これはちょっと違うな、エクスプローシブが90から60、クラスターが60から40、メンダーが180から60ということです。ストライカードローン180から60秒、ボンバルディエが120から60秒、フィクサードローン180から60、これ修理するやつですね、タクティシャンドローン180から60、バルワークシールドが240から40、クルセイダーシールドが240から40、ディフレクターシールドが240から40、全部シールド関係は240から40ですね。すごいですね、これも6分の1のクールダウンになってるね。で、このシールドの HP も 15% 増えると言っています。そして、そのシールドの再生なんですけども、これも、パーセンテージベースになると、もし閉まってる間、シールドを閉まってる間は 5% の HP が1秒間に回復すると。で、閉まってなかったら 2.5% という感じですね。スナイパータレットの弾薬は5発から15発に増えて、モーターの弾薬は4発から10発に増えると。ボンバルディエドローンは4メートルか5メートルに爆破レディアス、爆破半径が増える。爆破シーカーエクスプローシブシーカーマイン、爆発するシーカーマインに関しては、ダメージが 14% 増えると。ファイアーフライに関しても、バースターとデモリッシャーのファイアーフライのベースダメージが 25% アップって感じですね。ブランドセットの変更点、アルプスサミットアーマメントの
スキルヘイストボーナスが 10% から 20%、チャイナライトインダストリーの3ピースのスキルヘイストも 10% から 30% に増える。でペストオブディフェンスグループの、3ピース3ピースもスキルヘイストが 10% から 30%、まあ、全体的に速くなるって感じかな。でギアセットチェンジ、チップオブスピアですね、これの、3ピーススキルヘイストも20から40、まあ、全体的にスキルヘイスト全部増えるって感じですかね。はい、ユティリティのロールで 25% まで、スキルヘイストを増やすことができる。これアーマーの話かな。スキルモッドによって、スキルヘイストの量がもらえるんだけど、スキルヘイストがもらえるんだけど、その量が、ダブルになると。これも多分アーマーのステータスの話かな。はい、であとはハイブネットワークファイアウォールのレディアスがプラス 60% から 100% になると。サイクロンマガジンモーターアーモ、まあ、ここら辺はだから弾薬モッドかな。弾薬モッドですね。弾薬モッドに関してはプラス4から20発になったり、6発から30発になったりと、とにかく弾薬も増やしやすくなるって感じですね。はい、次は、クラフティングベンチの話をしていきます。クラフティングベンチに関しては GS500 が作れるようになりますと。ということでやっとね、クラフティングがエンドゲームのギアスコアに、まあそのギアの経済システムに入り込むことができると言っています。リカリベーション、再調整ステーションですね。再調整に関しては、このね、作ったものもクラフティングしたものも使えるし、使われることもできると言っています。でクラフティングマテリアルに関しては、絶対になんかね、ブランドアイテムを壊したら、解体したら絶対にブランドアイテムの素材が1個ドロップするようになるみたいなことを言っていました。なのでとりあえずクラフティングがもっと有用性が 高まるって感じですね。はい、でギアセットを壊しても青いマテリアルが、ゲットできると言っています。次ですね、設計図。設計図は全てのアクティビティで、同じプールを使われます。でこの設計図に関してはコントロールポイント3と4ですね、これらをファーミングすることでも、大丈夫。基本的にその報酬プールはシェアされてるんで、それで OK と。なので3と4でしかドロップしないものってなくなるってことですね。で、設計図はいないからも買えるし、プロジェクトからも出ますと。で基本的にね、この言ってた話で多分いないから売られる設計図も持ってないものから、ランダムで選ばれるみたいなことを言ってた気がします。はい、で設計図に関してもう1点、キャラクター同士、要はアカウント内でシェアすることができるようになるみたいです。ウォールドティア1になれば、あるパークをイナヤから買って、それによってその設計図をシェアできる、全てのキャラクターでシェアできるようになると言ってました。これは結構いいんじゃないですかね。はい、そんな感じです。なのでもしね、シェアしたくない人キャラ間でシェアしたくない人は、そのパークを買わなければ、まあ、いつも通り、もしパークを買ったらシェアできる、そんな感じのシステムになるみたいです。はい、で次にですね、まあ、クラフティングっていうか、まあ、ドロップになるのかな。エキゾチックに関してですね、その、まあ、要はエキゾチック武器防具のそのランダムバリューがなくなっちゃいます。なので常にマックス状態だから、あなたが持ってるエキゾチックと私が持ってるエキゾチック全部同じになります。でそれ以前に持ってた、エキゾチックも全部、マックスまで上げられるんで、いいエキゾチックを掘るっていうその概念がなくなります。なのでもしエキゾチックをゲットした時に、いちいちね、その俺のダメージ低いかな高いかなっていう心配事がなくなると、いつでもゲットしたエキゾチックは必ず、最高峰の武器として使うことができると。君の相棒になるだろうと言っていました。次ですね、ガンランナー。これってあれだよね、武器密輸人、武器の密売業者ですね。これ隠しベンダーなんですけども、ここも、GS500 のアイテムを売るようになると。そしてエキゾチックと、ネームドですね、ネームド武器とかも売るようになると言っていました。そんな感じですね。であとは何か話したかな。他にはでも今回のね、結構短かった、そんな感じですね。で TU5 の日程はまだ未定ということです。まあ7月のね、いつかっていう感じですね。7月予定なので、すごい楽しみにしています。このね、やっぱり個人的にはディスカバリーモードですね、レイドのディスカバリーモードっていうのがすごいいいなと思いました。やっぱりね、カジュアル層の方々、8人ね、集めるのが難しい方々もこういう風にマッチメイキングを使ってレイドを体験できるっていうのはでかいと思います。でもちろんね、 A&A をね、掘るためにもこれはね、すごいいい、アクティビティだと思うので結構楽しみでございます。自分もね、 A&A は全部は揃ってない、まだ2つぐらい足りないんでね。はい、それではご視聴大変ありがとうございました。今後もね、ゲーム周辺機器、ゲーム動画いろいろやっていきますので、もし興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。